王朝恵は、新末民初の政治家、法学者。中国同盟会以来の革命派人士であり、法学の親として、北京政府、国民政府において、要職を委ねられた。また、一時は臨時国務院総理を務めたこともある。さらに国際的にも法学者としての名声が高く、国際連盟の常設国際司法裁判所判事にもなった。字は、スケアゼ。原籍は、広東省広州府東安県。キリスト教牧師の家庭に生まれる。幼い頃から英文を学び、1895年、天津北洋大学同法科に入学した。1900年に卒業し、上海の南洋工学で教官を務める。翌年、日本に留学して、法律、政治を研究した。また、東京で創立された国民法において、英文記者を担当している。その後、欧米に留学して、イェール大学法学博士号とイギリス弁護士資格を取得した。また、ベルリン比較法学会に所属して、ドイツ民法を英文に翻訳した。1904年、ニューヨークを訪問した孫文と王朝恵は対面し、孫文の中国問題の真の解決を英訳して公表した。翌年に中国同盟会が成立すると、王もこれに加入している。1911年9月に王は帰国したが、間もなく辛亥革命が勃発したため、王は上海都督陳その美の顧問として招聘された。さらに南京で開かれた各省代表会議に王は広東代表として出席し、会議の副議長に推された。北京政府末期の頃フーズ封印、チャイナサードエド、1912年1月、南京臨時政府において王朝恵は、外交総長に任命された。3月、袁世凱が臨時大総統となり、鄧小平が内閣を組織すると、王は司法総長に転じた。しかし間もなく、鄧が袁との対立により辞任したため、王もまた辞職した。その後は、孫文が創設した鉄路総工士顧問などを務める一方で、復旦大学副校長に就任し、憲法の研究に励んだ。1915年、袁が皇帝即位を目論むと、王もこれを支持するよう誘われるが、拒絶している。袁世凱死後、王朝恵は北京に赴いた。1917年、法律編纂会会長に就任し、1920年には代理委員長、北京法関係法委員会会長、法理委員会会長を歴任する。1921年10月、瀬はじめ、胡正等と共に、北京政府全権代表として、ワシントン会議に出席した。帰国後の同年12月、王朝恵は、梁子内閣で、司法総長に任命される。翌年5月、胡適らと共に、我々の政治主張を公表し、憲政的にして公開された政府による計画を、有する政治の必要性を説いた。同年9月、王は、勅令派の呉佩孚の指示を受けて、処理国務院総理に就任した。しかし勅令派内では、津保派の曹锟と濁派の呉との対立が激しく、王は津保派の横やりを受けた。さらに11月には、財政総長羅文幹が、総統黎元洪の命令により逮捕される事件まで起こり、王内閣は短期間で崩壊に追い込まれたのである。その後、1923年、王朝恵は、デンハーグで、常設国際司法裁判所判事に就任する。1924年、孫鵬内閣で、司法総長を務め、翌年には、修訂法律官総裁に就任した。その後、中国国民党による北伐の機運が高まると、王は、国民党側に転じ、第2期党中央監察委員に選出された。国民政府期の王朝、恵フーズ封印。チャイナフォースエド、1928年、王は国民政府の初代司法委員長に就任した。翌年、国際連盟により再び、常設国際司法裁判所判事に選出されたが、王は国内において、11月に内外再整理委員会委員長も兼任した。1931年、蒋介石の命により、中華民国軍政治規約法の制定を主導した。その後、国民党内で商と胡漢民らとの対立が激化したため、王はこれを回避し、常設国際司法裁判所の判事としての職務に専念した。1936年、同判事を辞職している。日中戦争勃発直前の1937年3月、王朝恵は国民政府外交部長に就任した。横浜正金銀行頭取の児玉健二を団長とする実業家グループが訪中し、中国の実業家たちと会談した。帰国後、児玉は祁答政権の解消と祁答特殊貿易の廃止を訴える意見書を佐藤外相に提出した。児玉訪中団のメンバーであった藤山愛一郎は、幕府の有機増殖のメッセージが伝えられた。盧溝橋事件の発生直後に、前後措置をめぐる日高新六郎参事官と和平交渉をした。第二次上海事変勃発直後の同年8月14日、王率いる外交部は、それまで不抵抗政策と揶揄されてきた対日融和政策を放棄して、抗日に転じる。旨の声明を発表した。1941年4月まで、王は日中戦争期における外交の舵取りを担当している。その後、国防最高委員会秘書長に転じ、1943年11月には、蒋介石に随従して、カイロ会談に出席した。1945年、サンフランシスコで開催された国際連合憲章制定会議に、国民党代表として出席した。1948年、王朝恵は中央研究院院士に選出され、同年6月、司法院院長に再任された。翌年、国共内戦により国民党が敗北したことに伴い、王は香港経由で台湾へ逃れた。1958年3月15日、台北で病没。享年78。ありがとうございます。